ゼロ、前回の追加のプレイしていきましょう。この先へ進むとこからだね。なんかすごいしきりにさ、コントローラーが震えるんだけど、これか？ここか。苦痛に歪む女。あ、ほんとだ。言われないと女性ってわからなかったな。てか、こんなにさ、なんか機器としてさ、写真を撮っていくのはどうなんだろうね。ん？おい。あれ？こっちか。ん？イベント？これ前の顔も怖いなぁ。あ！江戸時代の拷問だ。カセットテープ落ちてんな。取材用のやつか。ひらちゃんのやつか。ひらちゃんだよね。千手観音。自分がやられたからみんなにもやるぞってこと？人とのちょっと待って、歩くモーションが続いてたのが面白かったな。足元にカセットテープが落ちている。うん、取材用さん見てみようか。こっちか。アイテム。赤いカセットテープの3。9月12日9時。尾形さんを発見した。尾形さんの遺体はまるで麓の村で起こった変死事件と同じような。首と手、足が引き裂かれて。まさかこんなことが。そんな状況でよく記録に残そうって思うよな。まあそれがあれなのかな、助手の。あ、何、どれ、どこどこ、ここか、この辺。あ、これか。あ、全然間違えた。ここ。何？写真には灯籠、写真の灯籠には明かりが灯されている。ん？写真をファイルに閉じた。明かりがついていない。いや、そんなん言われてもな。つけてって言うしかないんだけど。反射している。鏡石。鏡のように磨かれた綺麗な石。不思議な力が込められている。どういうこと？魂が宿っており身代わりとなってくれる。ダメージ無効化ってことか、死亡しないっていうことなのか、死んでも復活ってことかな。ん？何？これ？引き込まれた女。どれを指してるの？どこの封印が解けたかもわかんねえ。まあでも進めるとこまでは進んでみようか。この先も行けそうだしね。よし。行こう行こう。74式フィルムとかね、手に。あれ？この先は壊れていて進めないようだ。進めると思ったのにな。これ、火をつけるのってどうやってやるんだろうね。何？聖火とか持ってくる？松明とか？ランタンとかか？それかあれだろう。横から弓で、弓矢で、撃って、その弓矢に火をつけて、すごい帰りたがってる人みたいになってしまった。火をつけて、こう、ん？なんか一瞬いるように見えたんだけど。気のせいか。気のせいで会ってくれ。これどこが行けるようになったんだ？
この黄色のとこか？違うよな。どこだ？まあでもこの辺とかね、結構封印とかあったから、多分この辺なんじゃないかな。ここ壊れてないからな。違うな。まだシャララン、シャララン言うてるもんな。こっちの方か。あ、ここだ、ここだ。ここ言わなくなってるもんね。行ってみよう、行ってみよう。こんにちは。貼り付けられていたお札がなくなっている。扉を押さえつけていた力も消えているようだ。お、お、あ、あ、くそ。ちょっと待って、待って、待って、待って。あ、あ、あ。あ、くそ。全然間に合わねえ。ん？なんかいっぱい、いっぱいいるけど。お人形さんが、お人形さんがいっぱいいるよ。棚の上に古い手を、手まりが置いてある。あ、手まりに火をつけて。赤い手帳の断片。9月12日13時45分。子供たちが遊んでいる気配がする。姿は見えないが、しきりに私を誘っている。鬼ごっこをしているのか、かくれんぼをしているのか、あの写真の子供たちかもしれない。9月12日、16時30分。あの部屋にはたくさんの首が並んでいる。氷室家の当主によって切り落とされた首たちが、私に語りかけてくる。やはりここに来るべきではなかった。その点では私の霊感は正しかったのだ。その霊感に従って、違います。すごい主張が激しいな、このアングル。どこだ、そこが光ってんのか。棚の上に何か光るものが置いてある。霊石、霊石いっぱいあるな。あ、どこだ、ここか。ん、あ、これだ。影から見る子供、すごい普通にいるな。あ、成仏させんぞ、ほら。やんのか。この子も霊感あるんだろうな。なかったら何もないところで終わるもんな。うんって言ってるよ。え、敵？敵なのこれ。あ、敵なんだ。くそ、子供だと思って。ほら、おい、ほら、あ、くそ。減らされた。なんか減らされた。気分的に減らされた。あ、ちょっと待って、動けない、動けない。あんまり効かない。あんまり効かない。来い、ほら、来い、ほら。おい。来い、来い。よし、あと1回だな。またねーよ。来た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 。ほら、よーし、勝った。14式でも結構なんとかなるもんだね。俺もう貧乏症だからさ、37とか多分使えないんだろうな。37じゃねえや、74か。37もちょっと怪しいな。白い着物を着た髪の長い人形が置かれている。人形の周りには、締め縄が貼られ、まるで祀っているように見える。祀ってんじゃないの？あ、増えてるね。じゃあ、カメラで強化していこうか。まあ、速度、違う違う。速度上げとくか。範囲もちょっとね、やっぱ気にはなるんだけど、補助機能がよくわからん。後方に音、あ、これいいな。でもまあ、もうちょっとね、稼げるようになったらでいいか。稼ぐって。この辺もうない？ここ、ん？障子が入っていて、中庭を見ることはできない。見れればいいのにね。綺麗そうなんだけど。本当に、でかい家だよね。羨ましい限りだよ。あ、でもなー、こういうとこなー、掃除が大変そうって思っちゃうんだよね。あ？あ？敵これ。
あ、敵だわこれ。普通に敵だった。めっちゃ後ろ見てんじゃん。あ、やばい。やばいやばいやばい。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。もうちょっと耐えられなかったわ。ちょっと見るに耐えなかった。かわいそうなんだもん。首がグレンってなっててさ、赤いやつが光るといるぞってことなんだね。お札がなくなっていると。お、うわっ、ジジイ。あー、取れない。ジジイ、ジジイ。そう、生首が出るのは何なんだ。ちょっと面白いからやめてほしいんだけど。よし、床に何か光るものが光っているじゃない、落ちているか。少しオイルが残っているようだ。表面には、あ、高峰のやつか。いいのもらっちゃってごめんね。黒い手帳の断片。9月14日10時、トモエ君がキリエと呼んでいたあの女の外見は伝承にある縄の巫女と一致する。そして、ともえくん、尾形氏の殺害方法も伝承にある、それと、酷似している。あの女は縄の巫女だというのだろうか。奈良の巫女って。地元かよ。これ上行けんのか。下から探索したい気持ちがある。おい、角を曲がる女。これは扉を打ち付けられていて開けることができない。落ち着けないで。ちゃん、ゾンビものでもないんだからさ。ちゃんと。打ち付けずにさ、こう、穏便にして。お札とかにして。お札でも取れないんだからな、結局。赤い手記の、手記じゃない、手帳の断片。随分違った感じになってるの、これ。鏡が砕ける、砕ける、砕ける。屋敷の中にたくさんの人が倒れている。たくさん、たくさん、たくわん、たくわん。みんな何かから逃げようとしている。そして、その必死の形相のまんま。屋敷の奥から何かがやってくる。今まで感じたこともない寒さ。もう夢なのか現実なのかもわからない。ああ、なんか寒気がするとか言うからそういうことか。奥か。俺奥に向かってるんだけど、大丈夫なんですか？それ。隣の晩ご飯。よし。いないな。ん？すごい音すんな、ここ。万葉岩。ん？なんか、ウォーンってなったよ。ん？なんかコントローラー揺れるんだけど。何？ん？下にいんのか。足元悪いとこに入れずにさ、普通に地面に行きなよ。お、ちょっと待って、使ってみよっか。せっかくだしな。殺しにかかるぞ。37行くぞ。ショットガンってことだよね、そのバイオ的に言うと。ちょっと待って、全然あれなんだけど、ゼロショット的なものができなかったんだけど。ほい、どこだ、こっちだ。音がする。やばい、全然当たんね。いった。待て、ストップ、待て。え、ちょっと待って、全然当たらないんだけど。いたな、いた。避けるのが本当に鬱陶しいな。ノックバック効果が欲しい。こっちだ。こっちから音がする。よし。あ、外した。めっちゃ難しいんだけどこれ。どうなってんだ。これは勝てるのか。
難易度がな、別に選べないゲームだからさ、そこまで難しくはないと思うんだけど。普通に、ノックバックを気にせずに、決めてけば、いいはずなんだ。よし!あ、くそ。反応が遅いんだよね。びっくりするぐらい俺の反応が遅い。よし。いいぞ。強い。赤いテープ4。これで最後かな。これがボス戦か。雑魚戦とそんなに変わんねえな。めちゃくちゃ難しかったけどな。結構使ったな。6枚か。まあまあまあ、いいだろう。いいだろうってどの立場で言ってんだ。聞いてみようか。多分これが最後の取材のテープだと思うんだけど。あの女を見てから様々な幻覚を見る。屋敷中の霊が私に訴えかけてくる。私はもうこの屋敷から出られないだろう。いつまで正気を保っていられるかさえわからない。とにかくこのテープを残す。誰かが聞いてくれているのであれば、その時に私がどうなっているのか教えてほしい。でもできれば夢であって。残念、現実でしたって感じだね。どうなっているか教えてほしいって言われてもな、幽霊ですってそんな素直に言われてお前どうすんのとは思うんだけど。よし。赤い手帳の断片。白い着物の少女がしきりに何かを訴えかけている。意識ははっきりとしないけど、その声は不思議に頭に残る。しかしそれを聞いたところで私はどうすればいいのだろう。もうこの屋敷からは出れやしないのに。砕かれた5つのかけら、鏡。先生に伝えて呪い男を伝えてって言われてもな。てかめっちゃ揺れるんだけど、このコントローラーさんが。何があるわけでもないんだよね。その下に、右下にあるあれが青くならないと。扉を開けるための仕掛けのようだ。仕掛けの下に何か文字が彫られているが、削られていて一部しか読むことができない。削られた文字はかろうじて選ばれし巫女清めの月日と読み取れる。なんだって。清めの月日、清めの月日なんてあったか。ファイルで見てみるか。スクラップ、研究所？ここじゃないよね。12月に13日っていうのはもう見たよね。あ、これだ。3669だ。合ってるかな ?3669。大正解かな。まあ、それぐらいしかないもんね。よし。俺がすごい戻りたがってるみたいな感じになるからやめてくんないかな。そのスティック倒す方向がさ、多分違うんだろうけどさ。ん？おわっ、ジジイ。裏庭に消えるジジイ。ポイントどれぐらい入るんだろう、ジジイ取ったら。そう、写真全部残るんだな。やだな。違う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 。カメラカメラ。とりあえず補助機能をね、とりあえずなんだろう。これとかいいな。これってあれか。霊石使うやつか。じゃあいらねえな。じゃあいらねえな。もったいなく感じてしまうのよ。セーブポイントだわ。暗闇に何か光を反射するものがある。霊石だ。何？何を？どうしよっか。助ける？蓋がされていて中の様子がわからない。
これ取っとく？あ、そのあれなんだ。縄の跡が急げの合図みたいな感じなんだ。カセットテープが置いてある。青いテープ、中ほどまで使われた痕跡ある。中ほどって結構なもんだよね。なんか前も書いてあった気はするけどさ、誰のテープだこれ。なんか書いてある？井戸の上で拾った。そうだね。9月12日ジジイ15時20分信じがたいことだが、やはりこの屋敷には我々以外の何かがいるらしい。私も何度かそれらしいものを目撃している。白い着物姿の女だった。この屋敷で何かが起こりつつあるように思う。我々がそれを目覚めさせてしまったのか、それとも我々の方が呼び寄せられてしまったのか。次元大介の声じゃないか。はい、ということで、じゃあなんか誰かいるかい。じゃあ次回この上んとこ行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。